はいさーい。はいさーい。今日はこちらですね、塚梅ですね。塚梅。今日はここら辺攻めようかな。この辺カエルとか結構有名なんですけどね。あ、そうなの、うん、じゃあアイゴ狙うか。アイゴ狙っていきましょうか。うん、テトラで釣りするんで、はい、引き釣りで自分はやりますね。そうですね。はい、マキエサ V9 と V9 とオキアミ、アイゴキアミブロックですね。はい、リレーさんですね、して、はい、今日カエル狙ってますから、ね、カエル狙ってんで。おー、めっちゃいい匂いこれ。何、なんか生クリームの匂いするけど。生クリーム、なんかクリーミーな匂いがしちゃうけど。わかる、クリーミーな匂いするよね。そう、確かに負けさって結構いい匂いしますからね。ダメなんですけど、はい、ちょっといい匂いすぎて味見したいと思います、うん、あ、そうですねはい、じゃあちょっと舐めてみましょうか。どうですか味は。なんか、うん、コクがあるな。コクがあるコクがあるけど、コクがあるけど、なんか味はそんなない。あ、ちょっと俺も舐めてみようかな。まずくはないんじゃん。バニラフレーバーって感じ。一応風味はバニラかな。調味料として使えるんじゃないかな。使えそうだな。でも一応本当は食用じゃないんで、食べないでくださいって書かれてるから、うん、そうですね。本当は食べたらダメですよ、うん、絶対真似しないでください。しないでくださいね。こんぐらい。そろそろオキアミさん登場してもいいんじゃないですか。オキアミさんも。オキアミでなんかご飯作れないかなっていつも思ってるんだけど美味しそうですよね。一応な、うん、この前あのジョーブログのジョーさんにね、あの、うん、刺し網食べさせられたんだけど意外に美味しかったっ美味しかったまさかの普通に美味しかったっていうね。大きい魚いないんですけど、ちっちゃいミジュンの群れ入ってきてね、これどうしようもなく餌が取られるっていう。これを見てでっかい魚も来ると。そうだな、それ狙いだな。俺はそう願ってるぞ。俺は釣れたな。おお、すげえ、釣れてる。ヤマトビですね、これ多分。とっくの昔に釣ってますね、これ。とっくの昔が、はい、ポンプならず。ポンプならず。さっきからね、なんか30センチぐらいの黒い、なんか黒っ血ぬみたいなのがね、ううううしてんだけどな。結構警戒してますね。おっ、ヒットヒットヒット。おお、釣れた。なんだ。おお、なんかでかいぞ。俺よりでかいぞ。俺と一緒か。あ、でもなんかブラックバスみたいだな。ちょっと口が大きいね。他の目にはならないですね、うん、これも今日のご飯だな。はい、ご飯ですね。お、ハーラさん引っ掛け釣り、引っ掛け釣りに成功したみたいですね。これミジュン投げて思いきしミジュンの群れに引っ張ったな、うん、すげえ。本当のかかるとは思わなかった。お、やった。釣ってない、まだ。これ完全一致だろ、これ。この魚とこの魚、ほら、サイズも一致。ほんとだ別な本ですから、サイズも一致ですよ。この魚は、ハララって言われてますね。沖縄トウゴロ。トウゴロ。トウゴロさん。トウゴロさん釣りました。トウゴロさんが釣ったんだろうな、最初に。確かに。狙って釣ればかりですからね。素晴らしい。やったぜ。また、ミジュンがね。戻ってきましたね。ガーラとか一体何してんでしょうかね、こんなにミジュンがたくさんのに。うーん、すげえなこれ。うわー、なんこれ、武道館ライブじゃないかこれ、完全にただのラッキー。おお、また来た。また飛んだ。なんだ、何かいるな。何かビビってますね。家の前にこんなに来られたらたまったもんじゃないですか。確かにね。選挙カードの感じ。ポケモン GO のポケスタップがあるのかって思うぐらい人集まるんですからね。トウゴロー、トウゴローよろしくお願いします。トウゴローよろしく。沖縄トウゴロー、沖縄トウゴロー、トウゴロー、トウゴローはみんなのために頑張りますせーの、トウゴロー、トウゴローみたいな。ありがとうございます、ありがとうございます。お、ハルさんヒット。お、すげえすげえすげえ。なんだあれ。おお、なんこれ、サバ。アジ見て、結構いいサイズだ。イエーイ幼少期だよ。幼少期に戻りましたね。すげえ。こいつだな。グルクマが釣れた。やったぜ。お、すげえグルクマ。さあ、方言名も和名も唯一同じ魚、グルクマ。あ、本当だ。沖縄っていうのはグルクンとグルクマン似てますよね。確かに。これどうしよう。さあ、これは刺身でもいけるサイズだぞ、これ。どうしよう。やべやべ、怖い、怖い。俺これ苦手なんだよな、つかむの。せっかくなんでサイズも測りましょうね。はい、さあ、記録の25円、やったね。22ぐらいあるんですね。22ぐらいあるね。21.5、 21.5、来た。21.5。 お、釣れた。なんか釣れました。なんだなんだろう、そこまで引きがないんだけど。あ、マジ。
おお、見える見える。おお、なんだなんだ。おお、なんだ。おお、ヤマトビ。あ、ヤマトビか。しかも大きいな。まあまあいいサイズです。サイズ15センチぐらいか。15センチぐらいあるんじゃないですか。あ、なんか来てる来てる来てる。お、来てる来てる来てる。なんだ、なんか来てるぞ。なんだなんだ、なんでしょうこれ。あ、なになに。おおおおおお、ブルクマ。あ、あれ一緒か、さっきとちょっと似てるな。さっきと同じみたいな感じ、ね、ちょっと見てみるか。ホソヒラージってこいつでしょ、ほら。完全に一致だな、これ。ホソヒラージ、ミンチャーウナジュン。この眉毛も描いとこうスーパーサイジにしとこうでしょ教科書の落書きやんけここにヒゲも描いてくるし、ヒゲもおじさんにするわ崩れた、なんだこれ。お、あ、ふぐ。これは見たことないな。これトカ、これトカジャですね。トカジャ図鑑にありますけど、ハールさん初めてじゃないですか。図鑑にあるのこれ。図鑑にありますよ。残念でした。ときましたよ、カールにカールに着いた。はい、マジ釣り終了ですね。じゃあこちらをね、今から持ち帰って料理したいと思います。はい、今回はこれを刺身にします。全部刺身にしました。はい、その中で一番美味しいのは誰か、うん、最強決定戦ナンバーワンを決めようじゃないか。史上最強の魚、うん、刺身、うん、しかも結構種類釣ってるからね。はい、ね、はい、これ万歳させるさ。はい、ここからここのどこのライン切っていいか分からないんだよね。脇ですよ、脇下。脇下から、うん、ここ、そうそう、ここまで切っていいの。脇側の手術みたいな感じでこうやって、うん、脇側の手術、したことないし、うん、聞いたことない。脇下を手術するんですよ。で、OK。クルクマね、すぐ痛むんですよ。見てください、もう身がもうボロボロ。本当だ、本当だ。ブルッブルンって鮮度が落ちやすいんですよ。そうなんだ。綺麗じゃん、ほら。どうした？おお、ちょっと嬉しい、ここまで綺麗に撮れてたら。どうしたんですか、急に今日は調子いい。いいことあったんすか。いいことあるな。神社行った神社、はい、ちゃんと先祖の墓参り行ってるみたいだな、ここまで切れるってことは切れない包丁じゃないと身も崩れるし指も切るしね。いいことないんですよ、一つも。確かに一つもいいことないです。あなたは切れない包丁を使ってますか手を切ったり身がほぐれたり、いいことはありません。どうか、しかしそんなあなたにこちら、ダダン、アブトロニック商品名全く違うしここどう？あ、いいと思います。ここどう？いいですね。ほら、あ、めちゃめちゃ綺麗に取れてますね。アルボロの方沿っていくんです。おい、来た。おお、綺麗に取れましたね。うまいな。自家持参してるけど、自家持参します、ね、自家持参してるけど、本当にうまい。これリピート30回しますからね。うまいなって言ったところうまいなこれ、うまいなこれうま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 マットつけましょううまいなこれマット、うまいなこれマット、誰も得しないこんな感じでみんな食べていきましょう。お魚が出来上がりました。今日はね、お魚を決める最強決定戦、地上最高峰のお刺身を決める最強のリングお魚の中のお魚出てこいや姿作りですね。一応開催なりに作った姿作りですね。グルクマの刺身ですね。グルクマの刺身、はい、行っちゃって、はい、グルクマの刺身、いいパンチが効いてるねパンチなの、いいパンチだ。うん、うん、これパンチって言ってたけど、わさびのパンチじゃんば、うん、塩サバ、いろいろこっちが好きだ。おー、塩サバやる、うん、トカジャーですね。トカジャーはあれなんだよね、10日間匂いが取れないからトカジャーって言われるみたいです。じゃあいただきます。うん、歯ごたえあるなこいつは。お、歯ごたえ同じ魚でも歯ごたえが全然違うな。こっちはもうコリコリして美味しい。そっちも一瞬ちょっと臭みがあったんですけどね。あ、あるんだ。見えないところから飛んでいきましたね旨味が、旨味が来た。ミルコのハイキックみたいにね、見えないところから飛んできたんだよハイキックは。カウント入ってるか。あれは完全に見えない角度から入ってきましたね。味がヤマトミの刺身美味しいっていうね。実際どうなんでしょう。あ、皮、皮、皮うまいな。皮がうまい魚、俺今初めて食ったな。マジですか。お、すごいな、やばい、味覚の連打が半端ないのこれな
全にバンダレーショーバだな、この立てないわ立てない今もうダウン取られてから踏みつけまで決まりましたね、完全に。そうですね、惜しかったです。あ、これなんかあれだね、いろんな味が混ざって変幻自在な味覚ですね。これ味覚のトリックスターだな、これ。これ完全に須藤元気だろ、これ。ファイトスタイルが定まってないな、これ。オールジャンルで攻めていけるかもしれない。もう6種類の刺身を食べたんですけど、はい、一番美味しかったのは、じゃあ一斉のでいきますか。一斉ので、はい。お、俺山飛びが美味しかった。マジ？トカちゃんも思ってるよね。うん、なんか臭いとか言われてるけど、そんな臭くなかったし。美味しかったですね。歯応えもあったな。うん、これはね、今から全部食べようと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。増してく太陽、日差しが差した極端的なこの暑さ。車内は当然蒸してるはずだ。向かってく足取りドライブ。タキシーの弱点はテトラっていう。テトラ。タキシーテトラだったら動かんからよ。動かんからそのばっかから動きたくなくなる。活性が下がる。タキシーの活性が下がる。